は、ご視聴ありがとうございます。いつものようにですね、棚からレコード5枚を引っ張り出してきてご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。早速1枚目いきましょう。こちらです。ドン。はい、ホットホットヒートというアーティストですね。エレベーターというタイトルです。いいよ。非常にかっこいいアートワークですね。カナダのバンドで、こちらは、セカンドアルバムになるのかな、確かそうだったと思います。ダブルジャケットの見開きですね。はい、こういう歌詞とアートワークがついてます。はい、黒版ですね。2005年のリリースで、確か CD はサイヤーからなんですけど、レコードは、レコードコレクションというレーベルからリリースされてます。内容はですね、ダンスパンクとか、ニューディスコっぽい感じの、ちょっと踊れる感じのロック、オルタナっていう系ですかね。このセカンドは非常にいい内容で、さらに、ブラックミュージックの要素みたいなもちょいちょい入ってて、で B 面7曲目のシェイモンユーとかすごいかっこいい曲ですね。多分クラブ受けとか非常にする曲なんじゃないかと思います。現在出品で6600円、最低5300円、最高11000円、結構高額ついてますね。内容いいっすからね、これは本当に。まあそんなわけで割と強気の値段で4000円ぐらいで売れたりするんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。というわけで本日の1枚目はこちら、ホットホットヒートの、エレベーターというアルバムからスタートです。はい、2枚目はこちらになります。ドゥドゥン。ご存知、ダイナソージュニアの、J 先生ですね。よ、J マスシス、&ザ・フォッグ、モア・ライトというタイトルですね。この名義では最初のアルバムになりますよね。ファーストですね。昔 J マスシスでしたよね。なんか今どうやら J マスキスって書いてあるっぽいんですけど、僕らの頃は J マスシスって呼ばれてた気がします。まあまあどうでもいいんですけどね。こちらは、黒版で、アメリカ版ですね。ウルティマタムミュージックっていうんですかね、ちょっとごめんなさい、読み方がわかんないですけど、シティスラングのドイツ版もあるんですけど、こちらはアメリカ版になります。これすごいいい内容っすよね。大好きです。出品で11000円、最低3900円、最高26000円までついてますね。高いっすね。まあ先ほども言いましたが非常にいい内容で、今聞いても結構グッとくるメロディーだったりアレンジされてるいいアルバムですよね。まあ、ですので、まあ、3800円ぐらいでもつけていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日の2枚目こちらですね。J マスシス、マスキスかな、アンドザ・フォグ、モア・ライトというアルバムでした。はい、3枚目はこちらになります。ドン。はい、ご存知スネイル・メールですね。ハビットというタイトルの12インチになります。12インチはこれセカンドになるんですかね。セカンド12インチだったと思います。いいよ。スネイルメールファーストアルバムあんなにブレイクするって思ってませんでしたよね。すげー人気でしたが、一気に時の人みたいな感じになりましたもんね。まあ内容いいですけどね。17年に、アメリカのシスターポリゴンっていうレーベルからリリースされてます。後にこれジャケット変わってマタドールからも再発されてますよね。現在出品で2800円、最低1800円、最高5300円ついてます。まあこの辺どうですかね、オリジナルにこだわったりする人いるんでしょうかね。まあ、ジャケット的には再発の方が色ついてていい感じなので、まあ難しいとこですけど、まあそうですね、1600円ぐらいでどうですかね。はい、というわけで今日の3枚目、大ブレイクアーティストですね、スネイルメールの12インチハビットでした。続いて4枚目こちらになります。はい、バネッサパラディスですね。タイトルも同じくバネッサパラディスです。
サードアルバムになるのかな、違ったらごめんなさい。この版はですね、まあ、ここ、シール貼ってあると思いますけど、2016年にリーシューされたものですね。こういう感じの、至ってシンプルな、黒いレコード版になります。もう今作はとにかくね、レニー・クラビッツ先生のお仕事っぷりが大爆発した名盤ですよね。まあ、もちろん彼女の歌声、まあビジュアルも含めてなんですけど、まあ、本当に彼女のことを思ってレニーさんが作ったんじゃないかと思われる素晴らしい内容のアルバムですね。これってなんかあれですよね、布袋山下久美子のコンビにちょっと似た感じしますよね。あの頃の布袋さんもかなり神がかった曲書いたりアレンジやったりライブやってましたもんね。なんかそれを思わせる感じのある作品だなと個人的には思ってます。出品で2500円、最低1400円、最高3900円となってます。まあこちらね、再発版ですしね、まあさほど高くはないと思いますが、まあとはいえ本当にこれは名盤ですからね、1800円ぐらいでどうかなと思ってますが、いかがでしょうか。はい、というわけで今日の4枚目はこちら、バネッサ・パラディスのバネッサ・パラディスでした。はい、本日の最後5枚目はこちらになります。ドドン、佐野元春ですね、ビジターズ。はい、佐野さんはですね、語り出すとちょっと長くなっちゃうんで割愛しますけども、本当にこれはですね、当時、中学校の時ですかね、佐野さんの音楽を知って、聴き始めた頃も彼はですね、ニューヨークに渡米してしまっていて、活動を日本でちょっと中止してたんですよね。で、ひたすらこのアルバムをですね、心待ちにしていた少年時代だったんですけども、まあ聴いてビビりましたね。1曲目のコンプリケーションシェイクダウンですか。これ聞いた時ちょっと何が起こってるのかもよくわからないというか、どうしていいんだかわからなくて、ちょっとしばらくこのアルバムに距離を置いちゃった記憶がありますね。もちろんトゥナイトとかラストニューエイジとかは非常にキャッチーでポップな、まあ佐野さんかなっていう曲なんですけど、まあちょっとこのアルバムに関しては14歳の少年はですね、どういう対処していいのかっていうのがちょっとわからずですね、若干トラウマ的なアルバムではありますね。その後ね、まあ自分もこう年を取るとともにいろんな音楽を自然に聴くようになってきた時に、このアルバムの完成度というか素晴らしさっていうのをまあ目の当たりにした時、やっぱりこの人すごいなーってちょっと思った記憶がありますね。非常にまあいい意味でも悪い意味でも本当に、自分の中では外せないアルバムじゃないかなと思ってます。84年のリリースですね。ベスト版を挟んでの、5枚目のアルバムになりますね。出品で190円、最低200円、最高1200円と、作品の良し悪しと中古の価格っていうのはまあ相対的ではないので、まあこういうこともあるでしょう。まあですからね、まあ300円ぐらいでどうかなと思ってます。はい、本日最後、こちらですね、佐野元春ビジターズでした。はい、本日も、5枚のレコードを、ピックアップしてご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。